はい、こんにちは、ハルビサポウッチーです。昨日あ久々に負けましたね、岡山戦。なんとも表現のしづらい試合内容ではあったのかなと思います。その中でもまあ僕がすごい良かったなっていうシーンは、まあ、小島くんの、10分ぐらいだったこの、あのスーパーセーブとか、あれは岡山のすごいいいワンツーじゃなくて普通のパスポンポンといいパスからで、うわやられたっていうところにキーパー1対1で小島くんがバシッと止めるのは、あれは素晴らしかったですね。その後がフランクさんの交代前ぐらいだから24、5分ぐらいですかね。そのぐらいの時の、あの右サイドからドリブルで抜いてからそのまま自らのシュート、あれもポスト叩いてるのはめちゃめちゃ惜しかったですよね。多分ちょっとミートしてなかったからボールに勢いは少し弱めだったのかなとは思うんですけど、すごい惜しかったし、その後ちゃんと新井くんのシュートも枠に飛んでいて、ただまあキーパー真正面だったっていうのでしたけど、惜しかったですよね。マグロも今回も毎回いっぱい倒したりするから、ちょっと毎回ドキッとしますけど、守備はしっかりしていたかなと思います。はい、まあこういう風な負けの試合とか、まあずっと引き分けも多かったから、結構ネットもすごくて批判が目につくようになってきましたけど、やっぱ批判見ると結構メンタルこっちもきますよね。もちろん俺だってすげー心の内ではもうなんだいやみたいな部分はもちろんすごくいっぱいあるんですけど、まあよく総力戦とか言ってるくせに毎回同じ選手じゃねえかみたいなとか、上げ足を取っての批判とかやってるんですけど、まあ俺は全然 もちろん思う部分はもちろんあるけど、モバイルとかではそのこれからピッチに立つ時ののに、あの安倍ちゃんの声かけとか、やっぱりああいう部分で試合に絡んでない選手もすごくチームのために働いているし、絡めてなくてもやっぱりすごく準備してますよね。準備をしているからいつ出てもいいようにしている、準備をする、いつ自分の番が来ても大丈夫だよっていう風になるように準備をしている、これが総力戦なんですよね。なんで実際もう総力戦って実はめちゃくちゃ当たり前のことじゃないのかなって思ってます。でただこれが去年とか 今までと全然的にその総力戦にプラスアルファになってきたのが、試合に絡めるチャンスがとにかく多くなった、やっぱこれだけ過密日程なのでっていう部分じゃないかなと思います。明らかに今回の岡山戦はやっぱり走れる選手っていう部分は、走れている選手っていうのはすごく少なかったですよね。確か岡山がものすごくその日が暑かったから、多分7時開催のこの昨日の試合もピッチ上めちゃくちゃ暑かったんじゃないかなと。まああのなんだっけ、あの散水水まいてるから涼しさはあったのかもしれないですけど、湿度はやばかったかなと。あでアルビって白ユニだからもう下のが透けるし、パンツ透けてるしね、パンツ透けるのかっこ悪いよねって、まあまあそれはいいとしましょう。でのでやばかったですね。まあただ岡山の選手もそれは同じ条件だし、言い訳にしかもちろんならないですけど、まあそこっすかね。とりあえず総力戦で今回やっぱり明らかに疲れがすごく溜まっていたっていう部分がものすごく目に見えましたね。で、日月か中3日で、次は19に京都戦になるわけです。まあ誰だったかが何か言ってたのが、
何だったか誰かの YouTube だったかもしれないですけど、若い時は別に中3日とか中2日でも全然体力回復できるっていう部分はあったと思うんですけど、まあ、年齢が重なっていくとそれがすごく難しいっていうのもありますの らしいですね。まあそれは人にそれぞれだと思うんですけども、ちゃんとしたケアっていう部分を選手もしていただき、しっかりこの調子のいい京都に勝ってやりましょう。まあ、京都は今日日曜試合だから中2日になるのかな確か。だからまあその点では新潟はやっぱり有利にはなりますね。うん、ただちょっとあのマイケルとフランクさんはちょっと怪我があるそうなのでちょっとどうなのかなと。まあ、2人とも歩いて出て行ったからなんとか大事になってないといいなって思いますけども、うん、まあ本当完全に総力戦になってきましたね。なのでこれからはまだ見ていない選手、まあ僕は森俊やむけん達也あたりをもっと見たいなって思ってますので、その辺に期待しつつって感じですかね。まあネガティブなことって言いたいっすよね。言いたいですけど言ってもネガティブの連鎖しかならないんですよ。うんと、なのでだからってポジティブを言えっていうのもそれはまたストレスになるから、まあなんだろう、言える場所だけで言うっていう部分ですかね。まあ俺はツイッター全部本名顔出しなんであんまり言わないように、まあ言うときはもちろん俺は言うときはリアルの会ったときしか言わないようには一応気にしてはいますね。まあポジティブ野郎でいこうかなって思ってます。まあなんかそのネガティブの言い方によってはなんかなーって思っちゃうんで、まあちょっと今日の格好っぽく言うとそこに愛はあるのかいっていうやつになるかなと思います。全然愛を感じない投稿とかもまあ多々見かけますので、うん、まあこっちが病んじゃうよね見る方も。じゃあ見んなよっていう分なんですよ。そうっす、なんであんま見ないっす。まあ次は京都戦頑張っていきましょう。今日は今回の試合 MVP ってわけじゃない、勝ってないからあれでんですけど、今回の試合でやっぱ一番良かった選手はまあもう小島くんですよね。いやあれだけスーパーセーブ連続していたんで、であのゴールされたシーン、あのシュート素晴らしすぎましたよ。何あのブンってドライブでしたっけかかるやつ、あれはすごすぎました。あれは岡山の名前忘れちゃいました、7番の選手だったっけ、名前さっきまで覚えてたのに、まあですがあれはすごかったです。うん、まあそれも含めても今回の一番アルビで僕が輝いたなって思う選手は小島くんでした。はい、では次の京都戦勝っていきましょう。ありがとうございます。